はい、皆さんこんにちは、しなたんです。すいません、ちょっと今すっぴんなんですけども、これからメイク動画をしていくんですけど、その前に皆さん、ワールドカップは見ていますか？今年2018年はワールドカップの年で、もうすでに始まっているんですけど、もう見事に私サッカーを見るのにすごくハマっていて、日本がやってない日でも他の国の試合を見たりとかいろいろしてて、で今日6月24日の午後12時から日本がこのブロックを勝ち進むために結構重要な試合があります。でちょっとそれにちなんで、今日は頑張れ日本メイクをちょっとしてみようかなと思って撮っていきたいなと思っています。まあ、ちょっと参考とかにはならないかなと思うんですけど、まあ楽しんで見ていただけたらなと思うので、ぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、それではメイクを始めていきます。まずこのセザンヌの皮脂テカリ防止下地を塗っていきます。顔全体に塗り広げていきます。そしてケイトのパウダレスリキッドを塗っていきます。これも5点置きしたらスポンジでムラのないようになじませていきます。そして NYX のこのシェーディングでコントアリングをしていきます。こんな感じで影をつけたいところに塗っていって、スポンジでなじませていきます。そして XL のコンシーラーでクマを隠していきます。いつも通りキャンメイクのマシュマロフィニッシュパウダーでセットしていきます。そして今回伸びるアイテープを使って、まぶたの際にアイシャドウが乗らないようにアイテープを貼っていきます。最後にホワイトライナーをしたいんですけど、アイシャドウの上からだと発色がちょっと悪くなってしまうので、今回はこんな感じでアイテープを貼っていきました。そして MAC のアイシャドウベースを塗って発色と持ちを良くしていきます。そして今回使うカラーパレットなんですけど、 Amazon とかで確か3000円ぐらいだった気がします。でこの青を二重幅になるべく中心が濃くなるように塗っていきます。ポンポンポンと塗るとうまくつくと思います。そしてこの濃いブルーとブラックを混ぜて、少し手とかでオフしてから、さっきのせたブルーのアイシャドウのエッジをぼかすように塗っていきます。そしてまたこの色を取って上から重ねていきます。これをね、何回か繰り返していきます。そしてこの色を目尻側と目頭側に二重幅の幅で塗っていきます。そしてこのマットなブルーのアイシャドウを下まぶたに全体的にのせていきます。そして明るめのこのブルーを目頭にのせていきます。目頭の方から涙袋までちょっと伸ばしていく感じでのせていきます。そしてさっきのこの色味を取って下目尻にのせていきます。そしてアイテープを剥がして、ここにこのホワイトのアイライナーでアイラインを描いていきます。そしてブラックのアイライナーを使って、このホワイトのアイライナーの内側に描いていきます。そして延長ラインも先にブラックを描いてから、ホワイトのアイライナーで上から足していきます。そしてちょっとベタベタしてしまうので、ホワイトのアイシャドウを上からポンポンポンと乗せていきます。そして崩れたアイラインをまた補正していきます。今回はつけまつげをつけていくので、ビューラーは少しだけしていきます。つけまつげはこのふさふさなまつげをつけていきます。まず真ん中に置いてから目尻をつけて目頭をつけていきます。そしてマスカラで軽く地まつげとなじませていきます。下まつげはいつも通りたっぷりと塗っていきます。そしてエルフのアイシャドウのこの色味で眉毛を描いていきます。眉毛もまあいつも通りな感じで、ちょっと右上がりな感じに描いていきます。そしてこの色でノーズシャドウもしていきます。ちょっとアイメイクのバランスがちょっとあんまり良くないなと思ったので、下の際をこのブラックのアイライナーで埋めていきました。そしてこのチークをしていきます。あんまりチークは濃くしたくないので、なるべく薄くつけていきます。そしてハイライトもいつも通りやっていきます。そしてリップは日の丸の赤ということで、このメイベリンの真っ赤なリップを使っていきました。これでメイクの完成です。
んな感じでメイク完成しました。今回はこの動画を撮りながら結構模索してきた感じになったので、思ったよりもすごいなんか濃くなったし、まあ、すごいことになったんですけど、まあ頑張れ日本メイクという名のブルーメイクでしたなんかやっぱり日本のサッカーって言ったらサムライブルー、ブルーのイメージがあるし、ユニフォームもねこうブルーなので、アイシャドウはまあ青にしようと決めていて、でこのアイライナー、ホワイトのアイライナーはサッカーボールをちょっとイメージしてみました。サッカーボールって黒と白でできているので、白のアイライナーと黒のアイライナーをどっちも使ってみました。あと唇のリップは日本の国旗の日の丸が赤っていうことで、まあ、ちょっと今回は赤にしたんですけど、目もバンって主張激しくて、赤リップでさらに主張激しいので、なんかバランスも取れてないし、すごいねなんか中途半端なメイク、変なメイクになってしまったんですけど、まあこのメイクはまあ見て楽しんでいただけたらなと思ったので、はい、そんな感じです。ついに今日の夜12時から日本のサッカーが始まります。私もねもちろんリアルタイムで見るので、ぜひ皆さんも一緒にサッカー応援しましょう。はい、というわけでちょっと今回は日本頑張れメイク、冬菜のブルーメイクをしてみました。少しでも楽しんでいただけてたらなと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。では、バイバーイ。